ょっといいか。何か？実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなあ、あんたそがんなとこでやめてや。なんならでかい声出すなや、ブサイクが。やかましいんじゃ。お邪魔すんな、ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ込んどれや。人んちの前でなんすんよ。早よあっち行きんさいや。くそー、ラチがあかね。すまない、この子を少し頼む。ちょっと、おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。なんじゃこら、やるんか。黙れ、消えると言ってるんだ。それが喧嘩売っとるっちゅうんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺しちゃるぞ。誰だ。なんなんよ、あんたら人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない、実はこの店に赤ん坊がいるって聞いてミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。わかった、ええよ。ちょっと待っとって。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ、ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。身に染みてわかったよ、ありがとう。とにかく助かった。ええけ、早よ帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ、